生、はい、ちょっといろいろ聞きたいんですけど、うん、先生って暇な時って何やってんですか？何、患者さんのことじゃなくて？違うんです。そうです。暇な時って基本的にそんなないんだけど、まあでもパンデミックとかでちょっと暇になったかな。また年末になると忙しいんですけど、まあ暇な時はね、だからそうね、ブログ書いたりとか、あとはね、本当に時間あるときは外で走り行ったりしてる最近は。でももう一つね、やっぱりあのクリニックの中にいるだけだとちょっとあの少し気分転換もしたいんで、あのピアノも弾いたりしてますね。ピアノ弾くんですか、うん、先生？そうなの、うん、じゃあちょっと聞かせてくださいよ。いやだけどさ、ちょっとまあいいけど、恥ずかしいけど、でもそうだね、せっかくだったしブログネタもないからちょっとやってみようか。おい、 OK、 よし。ね、実はね、どうぞ。普段は奥にしまってあるんですけど、こうやってお客さん、患者さんいない時にピアノを出せるんですよ。これ折りたたみ式のピアノなんで。おお、すごいですね。ね、綺麗でしょ。うん、でこれをね、皆さん見たことあると思うけど、ペッツなんだけど、うん、ね、お客さんいなかったらこうやってね、自由に使えて、なんだろうな、今日どうしよう、いや緊張するな、できないよきっと。聞かせてくださいよ。まあそうだね、せっかくだしね。みんなこの曲知ってますか？なんか聞いたことありますけど、歌詞は全然知りませんよね。これね、有名なボサノバの曲ですよ。イパネマの娘だっけ。ちょっとこれをやってみようか、今日は。お願いします、はい。歌詞わかる？意味わかります。英語わかんないから歌詞わかりませんよ。もうちょっと勉強してほしいね、これぐらい。すいません、ね、歌ってたらさ、わかんないけど、よく意味見たらもうね、ここにイパネマっていうところのね、多分ラテンアメリカのね、どっかのビーチだと思うんだけど、綺麗な女性あ、ね、歩いてて、でもこのね、歌ってる人シャイなんだけど、それでさ、ちょっとこうね、目で合図を送るんだけど、全く無視され、シカトですね。
なんか悲しい歌で何にも相手にされなくて、結局彼女はそのまま通り過ぎていって何にも起こらなかったみたいな。だから僕思うんだけどさ、よくね失恋したって悲しんだりするじゃないですか。でもよく考えたら失恋できるって素晴らしいなと思って。だって失恋したってことはさ、その前に恋があったってことでしょ。ないのかもしれないけど、でも少しはコミュニケーションあったわけで、これコミュニケーションも何も起きないわけですよ、うん、というわけで歌の割にはちょっとそのなんていうの、内容的には悲しい悲惨な歌なんだなみたいな感じをね僕は思って、歌ってるんだけど、まあ僕も人のこと言えないかな、そんな感じで、うん、あの同感しながらちょっとやってみました。ありがとうございます。皆さんもご存知だと思うんですけども、先生は楽譜ではなく歌詞カードで弾いております。だって楽譜なんか見たことないもんね。でも歌詞は覚えないよこれね、うん、だからさ、うん、耳で覚えるっていうかさ、英語とかそうだと思うんだけど、何でもねやっぱり目から入るよりも耳から入った方がさ、ストレートに手って動くもんね、うん、目から行って耳行って打ってってさ、なかなかこれだからなかなかね、あのうまくいかないんだと思うけど、私はねそこをねあのショートカットで耳からいきなり弾くようにしてんだけど、でもね歌がやっぱりねうまくないからね、もうちょっと歌うまいともっとどんどんねやり込んでやりたいんだけども、恥ずかしいです正直。なんか聞いてもらって申し訳ないんですけど、ありがとうございます。